listening to Shibuya Cross FM.皆さんこんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルクルクルがスタートいたします。はい、1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。台風もあってなかなか大変な、1週間だったかと思いますけれども、皆様お元気で、お過ごしのことと思います。さて、昨日今日おととい、ノーベル生理学医学賞受賞とか、すごくにぎわっておりましたけれども、本庄佑博士、すごいなと思ったのが、その教科書に載っていることは本当と思うなみたいな、そんなことがあって、だから新しいことが生まれるし、そういった探究心がやっぱりこの賞につながるのかなと思って、熱い思いで、ずっと研究されているというね、ことを伺って、なんか今日のゲストの方に通じるなと思って、すごくね、今日とってもワクワクしてます。というかドキドキ、もうすごく素晴らしい方で、私ごときでなんかこんなインタビューしていいものかとちょっとドキドキしている、鳥羽あけみでございます。はい、本当にですね、今日はもう実はずっとアメリカにいらしてて、本当にね、数日前、日本に戻られて、そして中国に行って講演をされて、また帰ってきてすぐにこのスタジオに、来ていただいたという、大変ありがたいわけでして、今日は皆様方に、なんていうかな、なんかね、多分目から鱗の話、これでこんなことができるの、まあ、ここにいる子たちがですね、いろんな技を持っておりまして、そんなことをお伝えしたいなと思っております。ということで、今日のファーストナンバーをお届けして、今日のゲストを、ね、お迎えしたいと思いますので、皆様お楽しみになさってください。それでは、今日のファーストナンバーは山根舞で優しい気持ち。
Shibuya Cross FM。 はい、本日のファーストナンバー山根舞で優しい気持ちをお届けいたしました。ということで、今日のゲストとってもナイスガイでもかっこいいでございます。はい、それではご紹介させていただきます。キネシオテーピング協会名誉会長の加瀬健三博士です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にお忙しい中今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではもう興奮して忘れちゃう前にタイトルコールだけ言っちゃってもいいですか。はいはい、お願いします。ありがとうございます。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルくるくるわー、ありがとうございます。この先生に、はい、大先生にこんなことをさせてしまう鳥羽もなんですけれども、ね、今日はね、はい、加瀬先生とそして、お月で今日は重松先生もご一緒していただいておりますので、3人で今日はお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今ではですね、多分皆さん私が今日はこういうゲストが来ますということで、加瀬先生のご紹介はさせていただいているんですけれども、はい、加瀬先生が発明されたこのキネシオテープということで、キネシオテーピング協会というものが日本にあって、でも、うん、先生は今世界各国何カ国で、そうですね、だいたい20カ国から30カ国、はい、まとめてね、ダーッていく場合もありますからね。そうですね、まだまだアフリカなんていっぱいありますからね、はい、大変ですよ。すごいですね先生。で、この先生が、開発されたねキネシオテープによって、もう多くの方が助かってると思うんですけれども、はい、先生は幼少の頃どんなお子さんだったんでしょうか。そうですね、まあ、ともかく虚弱体質っていうか、ま、生まれた時1500グラムで、ね、そうなんですか。2ヶ月間なんて保育器に入ってましてね、はい、だからずっと小学校まではね、あんまり健康有料児なんてとんでもなくて、体操もできなくて、はい、なんかいつもアレルギーといろんな肺炎から結核から腎臓まで悪くて、はい、運動もできなかったですよ。だからね、そうですか、まあ、それが逆に良かったんだと思うんだよね、はい、やっぱりあんまり健康だと体のことって分かんないじゃないですか、うん、そうですね、だけど自分がいつもねなんかすぐにどっか悪くなる、うん、だから逆に言うと体がどうして悪くなるのかなっていうのがちょっとなんか人よりも分かるんじゃないかな、また自分でやったことがどういう反応を起こすのかなっていうのもね、はい、そんなような感じでなんかひ弱な子供だったみたい、子供だと自分では思ったけども、はい、周りからするとなんか破天荒な なんかクラスでも後ろに立たされてたことも何回かあるぐらいでね。初耳です。初耳。わーすごい。まあ悪ふざけが好きなんじゃないですかね。なるほどですね、うん、でもそういったこうお茶目なところっていうのは今でもなんか垣間見ることが。そうですね、ね、みんなが楽しくなってみんなを一人ずつ見てる、そんな先生です ね、はい、ね、いやだから悲しくてもあんまり悲しいのが顔出ないからね、困りますよね。本当はもうちょっと悲しそうな時は悲しそうな声に、はい、顔になればいいんだけどなかなか慣れなくて、はいはい、でも、その昔幼少の頃はブラックジャックが、そうなんですよ、ブラックジャックって皆さん体が弱かったから、はい、なんかすごいじゃないですかブラックジャックって、はい、何でも直せて、手塚治虫先生のね、そうそうそう、しかもね、はい、莫大な医療費を、そう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 、治療費を請求するってよく読んでおりました。面白かったからね、はい、そういうのに憧れていましたよね。なるほどですね。やっぱりそうすると体のことどうしてこういう風になっちゃうのかなっておっしゃいましたけれども、うんうん、やっぱり何か興味を持ってやっていきたいなっていうところはその時は特に、そうですね、まあうちの親父が薬剤師だったんでね、はい、ああそうですか、だから
医療関係の本とかね、そういうのはそばにあって、はい、でまあどういうつもりで見てたのかわからないけれども、なんとなくそういうことに興味があったり、私のおばあちゃんっていうのが、なんか医者じゃないんだけども、はい、なんかいろんな人たちをその助けるお灸をね、うん、なんかせいてね、で僕も子供の頃そのこの辺にね、首の周りにグリグリ、はい、グリグリがあるから、はい、そのグリグリをね取ったら健康になるんじゃないかなとか言われて、はい、毒ダミだったんですけど、その毒ダミをね油紙に引いてこうやってやったら毎日そこから海が出てきて、すごいね、そうそうそう、すごいね、で1年間ずっとそれをやらされて、はい、まあそれでなんかね、それからずっと健康になった、ね、すごい、毒ダミやりたくなりますね、飲むんじゃなくてね、はい、うん、あるの。でもこのおばあちゃんもすごいですね。そうだよね、だからそういう面でなんかそういう DNA が少しあったのかなとですね、うん、やっぱりその植物を使うということで、 今でいう自然療法というか、あれはね百草っていうんですよね、はい、毒ダミのこと、はい、だから日本の唯一持つすごい、ね、あの体の中の毒を出す、うん、っていう、それを自分でやられたからね、やっぱりなんか信じるところもあるんじゃないかな。すごいですね。で僕の医療の考え方っていうのは、うん、例えばどうして、ね、動物がなんか怪我すると舐めんのかとか、はい、ね、で例えば暑い日に、はい、あの犬でも猫でも動物みんなそのお腹を地面につけてるでしょ。つけます、つけます。そう、あれはやっぱり内臓が温まらないようにね、はしてるもんね。だからそういうね、いろんな自然の、はい、ところでどうやってその動物たちは治していくんだろうとか、それもやっぱりヒントになってると思いますよね。うーん、すごいねこの界隈ではもう毒ダミが売り切れますね。売り切れますね、はい、だけど海が出てきた本人は大変なんだよ。それは匂いとかするんですか。いや匂いはしないけども、もう首中ずっと海が出てくるんだよ。失礼なんですけど、どのぐらいの長さ。そういうのを、そういうのをやらしたね、おばあちゃんも大変なことだけど、うん、やらされた私も大変なことだけど ね、 ね、でもその後に、はい、そのやっぱりそのグリグリが良くないんじゃないかっていうことから健康になられたんですよね。 それからね、全然ね、全然逆にみんな他にその風邪ひいたり、はい、いろんなことするんだけど僕はしないんだよね。すごいね、うん、おばあちゃまのよくこうおばあちゃまの知恵袋とかよく、ね、ほら本もありますよね、うん、そういう感じです ねまさに、うん、で自然療法学にやっぱり目覚められて、いやまあそんな大げさなことは言えないけれども、はい、だけどそれがやっぱり記憶に残って、だけどね、うん、例えば病名って8万個ぐらいあるんですよ、はい、だけどその8万個の病名のうち70% は原因不明なんですよ。え、70% も。そうそうそう、ね、だから原因が分かってないわけ。かなりの数ですね。だから医者に行けば治るとか教科書に全部書いてある、うん、これは嘘ですよ。嘘ですね、うん、嘘っていうよりまだ分かってない。分かってない、ね、だからこれだけ面白い世界じゃないですか、はい、まだ分かってないことがたくさんある、はい、それを探っていける、うん、っていうのは面白いなと思って、面白いね、でこういう世界に入ってしまう、入ってくることになって、はい、で実際に、まあ、はっきり言うと書いてあるようなことをやってもなかなか良くならないことっていっぱいありますよ、はい、で気持ちいいからってやったら今度は逆に炎症が起きちゃったり、うん、例えば運動って健康にいいと思うでしょ、はい、ね、はい、運動する人の特にトップレベルの運動する人は、はい、大体60代ぐらいで死ぬんですよ。ね、短命に終わっちゃう、はい、だから運動って健康にいいのかって言ったら、獲物はねすごく速く走るけども、はい、あれは獲物を取るため、獲物動物はね、はい、
でだけど人間は健康のために一生懸命走るっていうけど、うん、走れば走るほどいろんなところが悪くなって、うん、で例えば象とかネズミはどっちが長生きするかっていうと、うん、ネズミはしょっちゅうバーッと、ね、動いてるから心拍数が多くて早く死んじゃう、はい、うんうん、だから動きすぎるのも良くないんじゃないかなと。そうですね、やっぱり適度な運動、ね、適度な、ね、レベルがちょっと大事なのかもしれないですね。そういうことをだん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 ね、こう探っていくうちに、いや待てよと、本当のことはもっとどっかにあるんじゃないかと、はい、いろいろ思うようになって、はい、まあ、一つ僕が一番関心を持ったのは皮膚の表面からやれる方が、はい、うんうん、副作用が起きないです。すごい。例えば痛いという時に神経に頭に痛みが効くようなことをやっていくと、また炎症が起きているとその炎症を取るためにそこに薬をつけると、そうですね、それがだん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 長続きすると副作用が出てくるわけ、うんうん、で人間の体っていうのはあるとこまではいいんだけど、まあ、それ以上やると今度は反発する作用の方が強くなって、うん、それが副作用になるわけよね。なんかすごいですね。そうなんですよ、そういったのも解明されて、今ちょうどそこに先生が見られた、はい、治療した方がいますけれども、はい、彼とかもあの車椅子にずっと乗ってて難病中の難病すごい応援が逆になってる、ハッピーバースデーが逆になってるありがとうございます。ありがとう、ありがとうございますね。え、まあ、そこの部分あのぜひ次のちょっと1曲入れさせていただいて、うん、はいはい、で次にあのスライドというかあの写真をね、はい、見ながらちょっとご紹介させていただければと思いますので、はい、セカンドナンバーをご紹介させていただきます。山根舞で祈りの歌。Why don't you come in peace? Peace is in your heart. Why don't you come in?
入りましたね。はい、セカンドナンバーは山根舞で祈りの歌をお届けいたしました。はい、ありがとうございます。あの加瀬名誉会長頑張ってくださいというメールが来てます。あ、そうですか。はい、ちょっと読ませていただきますね。お願いします。はい、名誉会長見てますよ、頑張ってください。重松先生も頑張れ。ありがとうございます、はい、可愛く映ってますよということで、はい、世界に広がるキネシオテーピングの輪あ、ちょっと古いって書いてありますけど、え、世界に広がるキネシオテーピングの輪ということは何かにかけてますか。 あれにかけてますね。かけてますね、はい、はい、ペンネームテーピング春さんからメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。そして外にもみんながね来てくれておりますよ。なんと、はい、ね、嬉しいね、嬉しいね、いろいろね、本当ですね。はい、あ、そうそう、ほらほら、今ちょっと映ってますよ。ね、やっぱりね、加瀬先生ね、はい、もう世界中にファンがいらっしゃいますので。本当ですね、本当に。これは世界中に配信してるんですか。これはね、インターネットで配信してますから、うん、インターネットでつながりますよ。なるほどね。はい、ですのでね、最近はやっぱりライブ配信でね、はい、僕も今度は、ドバイに行って、はい、周辺10カ国ぐらいにライブ配信したり、いろいろね、最近こういう関係の、出演が多いんですよね。すごいですね。ありがたいですね。でもということは、ありがたいことに加瀬先生の生のね、そうそう、こと、特にどうやってテープを貼るかとか、ね、そうですね、見ることができるってことですもんね。に対して貼っていうところをみんなに見てもらってやるっていうね、はい、そういうのが多いですね。そうですか。で、ではですね、ちょっと写真等々を見ながらまたねご紹介させていただければと思いますけれども、はい、お願いします。はい、木の塩テーピング協会ということで、はい、お願いします。はい、これはあ、ここにもありますね、木の塩テープが実際に、はい、この辺が実際に皆さんが、キネシオテープを購入されますと、こういった形で、はい、ですね。そうですね、はい、巷ではね、小さい、ああ本当だ、こういうね小さいやつ、巷ではいろんなテーピングがですねやっぱり販売されてるんですけれども、はい、このキネシオちゃんと入っているものが正真正銘の本物のキネシオテープということで、はい、加瀬先生が、開発、そしてどん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 進化してるんですよね。いや結局ね、はい、40年前に僕がその、まあ、考案した時は、はい、筋肉をどうやって調整するかっていうためにこっちのテープ、このテープを使ったわけですよ、はい、だけど実際筋肉に皮膚の表面から筋肉に到達するまでにいろんなものがあるわけですよ、はい、で特に一番上の表面のところはこのテープを使わないと、そこの部分のところを刺激して開けることができないわけ、はい、なるほど、なるほどですね。で一番大事なのは体の 80% は水だから、はいはい、その水がどうやってちゃんと流れてるかどうか、流れないところにいろんな病気が出るわけです。痛みが出たり、あ、ね、なるほど、例えば切っちゃったりすると、はい、そこが内出血するじゃないですか。そうですね、でそういうものがずっと溜まってると今度はそこが病気の原因になってくるわけね。もやもや血管とか、はい、いろんなふうに言ってるけども、はい、そこをそこのスペースを開けてあげる、はい、だからどこを開けてあげるかによってどの病気が治るかと、いうことで、だから各々違うレベルのところを開けるためにはそのところを開けられるようなテープの種類と、はい、それからテープのカットの仕方、貼り方っていうものがあるんで、すごいですね、それをもまあ勉強してもらわないといけないんで、はい、で世界中回ってる。そうですね、で今先生が治療というふうなお話をされました、うん、で多分私もすごく素人なので、その治療ができるっていうことの意味がすごく多分浅くて、うん、実際に次のページからですね、いろんな症例といいますか、皆さんが、まあ、最初ね、はい、最初このテープを使った時は、はい、調節をして、はい、でまあ、動きにくい体が動きやすくなってくるようにする、うん、でそれで
まあ、ちょうどソウルオリンピックの時に、はい、日本の女子バレーの選手たちと一緒に、はい、ソウルに行って、うん、でこのテープを使ってもらって、はい、でその時に選手たちが他の国の選手たちにも、はい、いろんな他の選手の選手にもこれを口これすごくいいんだよっていうことを、まあ、口伝えにしてね、はい、それで、まあ、だんだん広がっていってで、ね、今こんな、まあ、はっきり言うとオリンピックレベルの選手たちがどんどん使うようになってきちゃった。そうですよね。で、今おっしゃられた通り、はい、スポーツ選手の方々はそのあまりこうなんていうんですかね、いいものお互いにいいものはこれいいよこれいいよっていう、うん、そうですね。それどうしたかっていうとね、はい、選手生命っていうのは1回しかないわけでしょ、はい、ね、だけどなかなかいい先生に当たらないか、またほとんどの先生があんまり適切な治療をしてくれない、はい、そうすると信じられるのは自分でいいなと思ったものなんですよね、はいはい、それで選手が口杖に、あ、これいいよこれいいよっていうことが広まっていく、その一つの材料としてこのキリショテープが広がっても40年経つ。40年ですから、まあ、多分若き頃の王選手、まあ、王監督ですね、ね、王監督もこれをくださいって、わざわざ私の治療院にね、これを買いに来た。買いに来ちゃいいですよ、あの王さんですよ、王さんとかじゃない王さんですよ本物ですから。そうですね、でも会長とご一緒してると、はい、本当にびっくりするようなビッグスターが普通にいらっしゃるので、はい、本当に驚かれます、うん、他にどんな方があれですか、ね、ちょっと伺ったところですと野村監督、元、ね、野村監督、まあ、ヤクルトの、ねね、選手全部 ね、はい、ね、そして原監督はもちろんですし、はい、イチロー選手、はい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 、ね、現役でまだ、ね、佐々木大魔神もね、はい、あのマリナーズにね、はい、アメリカのマリナーズに行ってる選手は大体、うん、まあ、アメリカのメジャーリーグの選手たちっていうのはほとんど全部私のテープを使ってますからね、はい、これも、え、これあのフェリックス・フェルナンデスって、はい、キングっていうんですよ、はい、ここにキングのあれがあるでしょ、はい、ね、うんうん、で、あ、なるほど、なるほど、あの、ね、キングはね、はい、うん、もう約15年から20年ナンバーワンの投手なんですよ。すごい。でそれは彼はだからキネシオがあるからこれだけ長くやってられるって言って、はいはい、まあ、その感謝の気持ちを商品に表してくれって言われて、うん、素晴らしい、自分から、ね、名乗り出てくれるってすごいことなので、ね、それだけも世界の選手たちがもう会長を愛してやまないという、まあ、ちょっと大げさだけど、ね、いやだけどやっぱりこの選手生命が長くできるということ自体がすごいことです。選手ってそれが一番ですからね。そうですね、はい、そうでなかったら何の価値もなくなってしまうということですからね。本当に大事なことです。選手にとっては、ね、命綱みたいなものですからね。そうですね、はい、で、あとはあのサッカー選手だと、まああのね、言っちゃっていいのかな、あのベッカムさん、会長の髪型と同じなんですけども、ベッカムさんとかね、はい、はい、そして三浦カズ選手、キムカズですね、本当ね、そして、まあ、ちょうど写真にも、はい、なんだっけ、本田圭佑選手ですね、本田治療してるところの、そうですね、写真も出ますかね、はい、本田圭佑選手も、はい、あの、いや、みんなね、はい、選手はどっか悪くなりますからね。そうなんですよね。で、そこに先生が呼ばれるという、まあね、あ、今ベッカム選手がいました。ベッカム選手も出ましたね。まあ、これサッカー選手の多くですけどね、はい、この次あたりかな、この次かな、テニスの選手もね、はい、で、なんか出てこないね、あれ、もう終わっちゃったのかな、入ってると思うんですけど、そうですね、後の方ですね、また出て、今あの皆さんがご覧いただいたものは、まあ、ちょっと怪我の治療の方ですね、はい、あの私たち多分一般人凡人はこのテーピングというのはあの運動選手のものというイメージが強いんですけど、うん、でもあの加瀬先生のお話を伺うと万人が使えますね。いや、だからそのために万人が使えるようになるために、まあ、テープの種類
もそうだし、はい、テープの貼り方も変わってきて、はい、で例えばね、こういうふうに、はい、もうこんなに細く切って、あ、なんか可愛いです、ね、こういうふうに細く切ってね、はい、でこれを、はい、まあ、痛いところのところにこう広げて貼るんですよ、はい、そうするとね、はい、皮膚の表面の一番上のところ表皮って言うんだけど、うんうんうん、この表皮が傷つくと、はい、いろんなもう鋭い痛みを生じるわけ。ナイフで切ったような痛みだとか、はいはい、しびれる、しびれるじゃなくて、まあ、電気が、ね、走るような痛みだとか、はい、でまあ、手術をした後必ず痛いじゃないですか。でそういう痛みをもっと軽減することができるし、それがすごいですね、うん、いや本当なんですよ。これは副作用はもちろんないですし、うん、簡単にこう、それで表皮の下に毛細血管があるわけ、はい、その毛細血管のところを広げてあげると、はい、今度は傷口が早く治るわけ。うーん、ね、だから一番大事なのはね、はい、まあ、薬は全部神経だとかそういうところに、血管だとかそういうところに直接効いちゃうから、はい、それが長続きしちゃうと今度は逆の作用が体に起きちゃって、それが副作用になるわけですよ。ところがそれをその逆に神経とか傷口のそっちじゃなくて、はい、表面からその部分を開けてあげるような治療をすると、これは機械的な刺激なんだけど、はい、そうすると今度はそこの部分だけを治すようにしてあげて、はい、結局治ったらもう自然に、そのまま、ね、副作用を起こさないで済んでしまうという、はい、まあ、はっきり言うと副作用が起きないためには、はい、できるだけその患部のところを広げてあげて、はい、まあ、僕は空洞霊っていうね、はい、隙間と、うん、から流れと動きと、でそこに今度は熱を起こさない霊というね、はい、それが一番重要なものなんだよね。でそこをちゃんと守ってると、はい、必ずキネシオテープって、まあ、こういうテーピングの方法は効くわけですよ。うん、そうですね、うん、で海外と日本の、まあ、方々の捉え方の違いというのも伺ったんですけども、まあ、日本は一般的な人も扱える、うん、扱ってる。しかし海外の場合はもう医療従事者しか使わないというような、まあ、医療従事者がまず使って、はいはい、そしてそれを一般の人たちにこうやって使いなさいよっていう指示を出してあげて使ってますよね、はい、まあ、処方するような感じですね、処方するような形でね、というようなくらいの、はいはい、ものなんですよね。そうですね、そうですね、薬剤もついてないのにやっぱり良くなっていく患者さんを見ていくのは本当に楽しいです。すごいですね、はい、まあ、保険でもねちゃんと適用できるようになってますし ね、はい、ね、だから海外の場合はやっぱりいいものをちゃんと医療として使おうという、はい、うん、そういうそのいいところがありますよね、うん、ね、やっぱりね日本もどん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 そういった形で ね、やっぱりまあ、健康寿命と日本でもですね、はいはいはい、言われておりまして、はいはい、でどん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 その健康である年齢を伸ばそうという時にはやっぱりこういうものが必要になってきますね。そうですね、やっぱり副作用が起きない、はい、本当にきれいにその体をきれいにして治していってくれるっていう痛みにもそれから炎症にも効くようなものっていうのは大事ですよね、はい、そうですね。なのに他社さんだと、はい、このテープを安く作るために、はい、ウレタンとかが入ってるのがあって、はい、ウレタンって言ったら温めるためにあるような、うん、なので先生の言ってる空洞霊に反するようなテープが普通に販売されて、それを使ってる人が全然治んないじゃないかなんていうのを聞くと、もう本当だからこれなんだよっていう、そうそう、もうそれが一番悲しいよね。そうですね、本当ですね、先生の思いが通じない、はい、違う風になってしまう、まあ、安ければ安いほどいいけどね、聞くならばね、聞くならばですね、だけどそれが聞かないという現実が、本当のキネシオの力、まあ、私が開発した意味がね、はい、全然良くない、そうですね、薬効果になっちゃうと思いますね。本当にね、残念なことですよね。残念ですね。でやっぱり先生はオリンピックの選手村で治療をね
されるような形を取ったりとか、そしてこのね、オリンピックチームの公認ドクターということでも、まあもう毎回毎回オリンピックではですね、まあ、大体オリンピックの時はそうなるんだけど、はい、再来年の日本のオリンピックではどうかな、はい、いやー呼んでほしい、 いや日本ではあんまり呼んでくれないんだよね。あでももしかしたら逆に逆輸入的に、うん 他の国では他の国がご指名されるかもしれませんよね、うん、そこはなかなかね、うん、難しいところですね。そうですね。ただやっぱりあの本当にいいものはやっぱり残っていくと思うので、間違いないです ねだからやっぱりこの2020年これ記念しようテープありということでね、あのぜひみんなにも、だって本当になんて言うんでしょうか、故障なく、そして自分の能力が活かせるっていうものですものね。そうですよ ね、まあ、だからね、はい、手術した後ね、うんうん、早く治れるように、はい、でテープって使われることが多いんです最近は。そこがびっくりなんですけれど、手術室でもうねすぐに消毒したテープを、はい、もうすぐに貼るんですよ。そうすると腫れも早く痛みも取れて、いい、まあ、リハビリが早くできるように。へ、1回目の時に、ね、滅菌テープのお話をもう現場で使ってて、傷がこんなに早く治るんだっていうので、うんね、ホチキスで止めてる日本がまだちょっと遅いねっていうお話をしたと思うんですが、うんはい、まさにそのお話を。本当ですね。ここの映像にあったかどうかわからない、はい、またね、まあ、ちょっとあの後ほど出せたら出しましょう、うん、はい、手術後のが入ってると思うので見れるといいんですけどね。うん、本当ですね、はい、手術後のものがもし出るようであればちょっと出させていただくととてもありがたいんですけども、ま、あの本当に皆さんは、ま、あの全国各地にこのキネシオテープで治療をしている治療院の方々もたくさんいらっしゃるのでね、はいはい、ぜひ。もう多いんじゃないですか。日本、かなり日本はもうともかく医療関係って言っても、はい、まあ、あの医者じゃない、まあ、柔道整復師とか。そうですね。あ、出ましたよ、出ましたよ、うん、これは、三つ口を手術した後の傷口が残らないように。これ赤ちゃんですからね、口がこうなっちゃうやつですね、はい、でこの次の、まあ、これは小児麻痺の患者が、はい、まあ、テープを貼ることによって手足のリハビリが早く実現できると。特にこの何でかっていうとね、脳の神経と表皮っていうのは一番深い関係があって、そこをうまく調整してあげるとこうね体が動かないのがふっと楽になってくる。それがね、でそうすることによってリハビリもやりやすくなってくる。ね、その世界に大いに利用してほしい、はい、まあ、一番ここに載ってるあの心臓の手術をした後、はい、やっぱり心臓の手術をすると、まあ、肋骨を含めてこの辺をこう開けますから、はい、と呼吸をするのにすごく痛いんですよ、はい、でそれをテープをすることによってその痛みがね早く切開をすると真っ黒になるんですよ。こう無理にあれするので、はい、そういった黒さも早く改善できるので、はい、やっぱそういったのでも海外ではもうほとんど使われることの方が多くなってきてるんじゃないですかね、うんうん、ぜひあの皆さんもですね大変興味を持たれてる方も多いと思うので、はい、あのお勉強する機会もね日本でも講座がたくさんございます。それとあれですよ、はい、女性のあの顔のシワもまあ大変それ大事ですね。あんまりないけども、あ、ありがとうございます、ね、もうぜひねそれ大事大事ということで、ね、世の中の女性は多分ねみんな絶対行き着くとこが、はい、いや年を私は76でしょもう ねだから年を取ってくるといろんなところがね、うん、やっぱりシワが多くなって幸せじゃなくて少しでもねなくなるようにしたい、ね、だからねいろいろよ自分でやろうかと思うんだけどめんどくさいんだよね。そうです、そうですね。女性ぐらい、女性みたいにちゃんと一生懸命手入れができればいいんだけど、うん、男はあんまりしないからね。違うんです、先生が忙しすぎるんです。忙しすぎです。もう常にオファーが次々とも分刻みなので、はい、だからここにねこの時間いらしてくださってることは奇跡です。ミラクルくるくるーですよ
私大体9時前に寝ますから ねそうなんですよ。だから早く今日はねもうねちょっと頑張っていただいてるのでね、はい、で先生のこういったお話を聞けるチャンスが実は10月の14日にございます。はい、ちょっとお知らせを出してみましょう。このお知らせ10月14日一般の方もこれは参加ができるんですね。はい、今回大丈夫なようにしました。しかもありがとうございます、うん、受付でこちらの番組名、うん、ミラクルくるくるもしくは鳥羽明美さんの名前を出していただいたら、うん、なんと5000円引きで買えます。やったさきゃー。なので行ってみたいっていう方でも、はい、今回もう本当特別なので、はい、もう事務局長も泣きながら仕方ない、うん、じゃあやるかみたいな感じで。あ、もう事務局長ありがとうございます。そして会長ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。ぜひですね、皆さんこれ10月14日、どこでしたでしょうか。はい、四谷のね、はい、主婦の友、あ、なんだっけ、主婦会館、主婦会館プラザ F カトレアというところでございます、はい、四ツ谷ということで、まあ、都内でございますので、ぜひ皆様時間を作って、もうこんな機会ないですから、はい、一般の方がねこうやって入れる機会はなかなかないですからね、はい、そうですね、本当に専門的なのが聞けるので、はい、ね、ぜひ午後はねワークショップがあってね、うん、はい、テープの貼り方を実際に指導してくれる。素敵素敵、ぜひいろんな方がね参加してほしいですね。もちろんそうです ね会長直々に。いや僕は喋るだけで、うん、実際にはあんまワークショップやんないと思うけどね、はい、9時から17時30分5時30分まででございますが、はい、会長講演は大体何時ぐらいになさるんですかね。最後じゃない。じゃあ最後までやっぱり大鳥まで行っていただいて、エンディングを見るみたいな。もったいないから、そうですね、ぜひ参加なんで、はい、ぜひ参加をしていただきたいと思います、はい、ということでですね、ここで3曲目をね、はい、ちょっとギリギリで入れちゃいますけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、はいはい、それでは、これより3曲目お願いいたします。はい、ハッピーバースデー、ふふー。今、出ていただいている方が事務局長でございますよ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカズ先生、ハッピーバースデートゥーユー、ふふー。明日が加瀬先生の76歳のお誕生日ということで、あと1時間もうすぐです。あ、やっぱりじゃあ24時までやりますか。ほなほなですね。寝られない。ほらみんながお祝いに駆けつけてくれています。ありがとうございます。もう皆さんに愛されている加瀬先生ということでね、もうこのラジオを通じて全国の皆さんが、もしくは世界の皆さんが、はい、見てくださっていると思うんですけど、先生の、まあ、今後の夢、こういうふうにしていきたいっていうのをあと3分でお願いしたいと思います、はい、僕の、ね、理想とする先生はヒポクラテスなんですよ、はい、でなんでかっていうと、はい、ヒポクラテスは体 の中にある偉大な自然治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵であると、それを追ってずっと来てますから、はい、だからやっぱり一番大事なことは体の中から本当に体を治す力を引き出してくるっていうために、うん、まあ、ちょうど僕もね、だから76に今日なったわ、今日なら明日、はい、あと1時間でなるわけであって、それをどうやってね、そのやっぱ年を取ってきてだん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 体が動かなくなってくる、それをどのように体も心も頭も全部ね、まあクリーンになっていけることを実験できるのは自分の体が一番いいわけであって、それを実験台にしてみんな今後の年を取っていくのを少しでも防げるように。Thank you.
ほうと私が倒れてしまった。いやこれはですね大丈夫ですかね、はい、いや本当に先生はい、ヒポクラテスと、ね、師匠と仰いで、はい、まあ、本当にどん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 進化する、まだまだですね、まだまだです、まだまだ、まだまだね、はっきり言うと幹細胞がね、はい、今先端医学として流行ってますよね、はい、だけどそれを実際に本当に幹細胞で全部治療してって副作用ないのかって誰も分からない、うん、だけどもそれをちゃんと利用できるのはやっぱり皮膚の体の一番上にある表面の、ね、はい、その表皮をどうやって使って体全部を治すことができるようにするかどうかって、うん、これまだまだね先がね深いですから、頑張んないとよ。そうですね、もう、はい、ますます、はい、元気に、そして、はい、もう世界各国を飛び回るということで、はい、本当にね、今度はどこの国で会えるんでしょうか、次ドバイですかね、ドバイに、はい、次はドバイ、はい、行って、はい、まあ、中近東でその来年はだからアフリカがまだね、ナイジェリアとか、はい、ケニアとかその辺も全部含めて、はい、いっぱいありますよね、でその次が今度は南アメリカも、ね、はい、まだまだいっぱい、行ってないところがあるんで、はい、そこも行かなきゃいけないし、大変ですね、これからもまだまだ、モンゴルがあるんだ、モンゴルすごい、そうですね、そしてなんとですね、うん、会長ヤマケン先生って覚えてますか、はいはいはい、ヤマケン先生からメッセージを頂戴しておりまして、すごいです、本日はラジオご出演そして76歳のお誕生日心からお祝い申し上げマックスって書いてあります、はい、で先生がですね、加藤先生が今現在も精力的に世界でセミナーをされていて、セミナー中あなたの周りにいる一番症状の重たい人を連れてきなさいと声かけをされていると伺い度肝を抜かされました、セミナー講師としてセミナー参加者に喜んでもらうのに、先生の背中を見て小生も頑張ってまいりますので先生もどうぞお元気でということです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、もうお時間になってしまいました、ありがとうございました、はい、それでは加瀬先生、はい、ありがとうございます、それではまた、はい、